あ、端が回す方が回しやすい。こうしよう。うん、こっちでしょ。こっちが。取れてる。オッケー。はい。はい。じゃあ、はい、あの前回のね、トークで、皆さんからこんなにたくさん、すごい、お便りをいただきました。結構ありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい。で、その中から今日は、うん、そのアナウンサートークで何がいいかっていう、ファンファンさんのこちらをちょっと採用させていただこうかなと、決まってるんですね、うん、ファンファンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。しーちゃんが前回、うん、誰にも言ったことがなかったカミングアウトのシーンがありましたが、ああ、そう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 、うん、言いました。他の女性アナウンサーの方のカミングアウトも聞きたいですと、ああ、ということなんですが難しいですね、うん、何かある、カミングアウ ト, アウトまだ言ってないことですか、うん、隠してるわけじゃないんですけど、うん、ゲームが好きです。お、おー、ゲームが好き、ゲームが好き、そうだったの、橋本ちゃん。意外とイメージないかもしれないですね、うん、え、何のゲーム。今は 3DS の動物の森、うん、ああ、動物の森は昔から人気だよね。もう小学生の頃がやってて、へ、最新作は3年前のゲームなんですけど、うんうん、その村に住めるやつは、うん、急にやりたくなって 3DS を買いました。買ったんだ。そんなにめっちゃ充実してるんですよ、うん、今までの、うん、やつ、なんか魚釣りとかできるんですけど、魚の種類もめっちゃ増えて、うん、そうなの、ダイビングスーツ着たらダイビングができるんですよ。へえ、面白いね。面白い。ちょっとゲームしないんですか。ゲーム動物の森一緒にやりますよ、うん、まだ今仲間が気象予報士の岡田くんしかいないんで。いるんだ、でも仲間。一人でやってるわけじゃない。あ、ねえねえ、プニプニって知ってる。え、本当に分からないです。ディズニーのプニプニっていうのも面白いよ。ツムツム、あ、ツムツム、プニプニ妖怪ウォッチのだった、ごめん。つぶつぶは分かりますよ。つぶつぶ、つぶつぶ好き。あ、やってはいないんですけど、周りがみんなやってる、やってる、うん、プニプニで間違えるよ。私のこの全然やってないか分かるよね。私鹿児島県出身ですってプロフィールに載せてるんですけど、はい、実は転勤族で鹿児島に住んだことは一度もない。そうなんですか。知らなかった、それ。え、そうなんですか。一度もないです。じゃあなんで鹿児島出身なの。あの、父方の実家が鹿児島で、祖母と会話してるとやっぱりザ・鹿児島弁だから、うん、なんてみたいな感じになる。いとこと話してても、あ、うんうん、うん、みたいな感じになる。生まれて11回引っ越しをしていて、中学生から福岡に住んでいるので、うん、基本的には福岡、うん、大好きだから鹿児島を取っときたいっていうので一応載せてるんです。鹿児島大好きです。私はひょんなことから、うん、あの、ひょんなことから、あの、竹馬と、あと、あの、逆上がりの練習を今してるの。え、練習してるんですか。私実は逆上がり1回も人生でできたことがない。運動神経良さそうなんですか。いや、もうね、これがね、これがダメみたい。息子が逆上がりできなかったんだけど、できたの。あ、ね、そうか、一緒にっていうことですね。でも、私、できたことがないから教えられなかったわけよ。どんな格好でされるんですか。もうすごいおしゃれだから。いや、まあ、ジャージみたいな、ジャージっていうか目立ちそう。パーカーみたいな着て、あと竹馬は、その息子が竹馬のね、練習をずっとして、達人です。そう、1メートルまで乗れるようになったので、ね、うん、乗れたらどれだけ気持ちいいだろうと思い、で、それを竹馬を、まあ、買ったのね、家に、うんうん、家にあるから、ちょっと私もやってみようかなみたいな。まあ、できたら報告するね。待ってます。あ、この時間だ。本当だ。ちょっとあと5分でロケですね。ロケに行こうか。次のロケにじゃあ行ってきます、うんうん、じゃあ、次回、ま、続きは次回、うん、お願いします。まだまだ受け付けてますので、お願いします。今日はこんぐらいでいいですかね。そうだね、いろいろカミングアウトしましたね。うんうん、したね。じゃあちょっとそろそろ、はいはい、切りましょうか。おー、しーちゃんって言ってね。そうですね、うんうんうん。